やっぱ椿彩菜かわいいな。よし、ますます楽しみになってきたぞ。続きと。お先生、脚本の執筆ですか。あ、もしかして今日の受賞パーティーのスピーチの原稿ですか。なるほどなるほど。いやいや、藤沢先生の受賞パーティーを当ホテルで行っていただけるなんて身に余る栄誉でございます。当ホテルスタッフ一同精一杯務めさせていただきます。あ、意外とこういうスピーチの原稿ってのは難しかったりするんですよね。あの、もしよろしかったら原稿のお手伝いしましょうか。私そういうの得意ですから。何しろ数多くの。うっせーよ。はい、気がちんだろ。俺は今半端ねえ集中してんだよ。それは誠に失礼いたしました。ったく、本当に申し訳ございませんでした。そうですよね、そもそも売れっ子脚本家の藤沢先生に対して原稿のお手伝いなどと、北島康介がカッパに泳ぎを教えるようなもんですもんね。いやはや、だからうっせえよ。お前どんだけ喋んだよ。すみません。てかなんだ今の例えは。北島康介がカッパにって、お前どんだけ文才ねえんだ。お前はそれは失礼いたしました。しかもお前が北島康介って、お前どんだけ自分を過大評価してんだ。はで俺がカッパか。お前俺のことバカにしてんのか。いやそんなことないです。ったくお前はとっつぁん坊やみたいな顔しやがって。えとっつぁん、もういろんな意味で最悪だからな。マジ黙ってろ。あ、はい。あ、そうだ、おい青山、おい青山、ああ俺が今黙ってろって言ったから。いいよいいよいいよ、今は喋っていいからでな。なんだよ、喋っていいって言ったろ。はい、あれは大丈夫と思いますよ。何でしょうか。何相談したんだよ今。いやいや、もしかしたら引っ掛けもあるかなと思いまして、喋った途端に怒られるという。お前マジめんどくせえな。すみません。で、ご用件の方は。ああそうだ、今から俺の大事なお客が来るから、くれぐれも粗相のないように頼むぞ。さようでございますか。それはもちろんでございます。もう思いっきりもてなせよ。俺の顧客に関わる。わかりました。頼んだぞ青山。どうした。こんなことを言うのもおこがましいことなんでございますけれども。ない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 。先生先ほどから私のことを青山とおっしゃいますが、私青山だでございまして。バチ、先日もお伝えしたんですけれども、先生お忘れになってるようで。いや覚えてるよ。え、だって長えだろ青山だって。はなんだこのだって、いらなくね。そう言われましても、私青山だでございまして。だいる。それはもう、はい、分かった。じゃあ頼んだぞ山田。どうした山田。何ですかそれ。だってお前青山、なんで私山田。だって青山だってお前いるんだろ。だわ、だから青を取ったよ。それはもうね、全く別人を指してることになりますよ。私呼ばれても気づく自信がありません。ほんとめんどくせえな。分かったよ、じゃあお前は今日からブルーだな。ええじゃねえよ、ブルーだよ。なんで。分かるだろ、だって青は英語でブルーだろ。お前バカなのか。もう決まったんだ、うつべこも言うな。分かったか。はい、俺の客頼むぞ。はい。先生には参っちゃうね。あのブルーさん、これなんですけど。ちょっと安西君まで。冗談ですよ。ねえ、私ってとっつぁん坊やみたいな顔してる。いえ。思ったよね。思ってません。いやいや、今の間は。それよりもこれなんですけど。それは私が書くからいいよ。すみません。にしても先生、ぶっきらぼうで理不尽で横暴だけど、仕事に対しては紳士だよね。このホテルに泊まってからずっとパソコンと向き合って物を書くってのは大変なんだろうね。あの、どうした。あれゲームですよ。ん、脚本書いてるんじゃなくて藤沢さんゲームしてるんです。ん、ゲーム。この前ちらっと見えたんですけど、おそらくオンラインゲームですね。オンライン、ネットのゲームです。ネット。だいたいほらコントローラー取り出してるじゃないですか。じゃあ私ゲームのために怒られたの。まあゲームじゃなかったとしても怒られてはいると思いますけど。ということは先生パソコン開いてゲームばっかりしてるのですね。ひどいね。だとしたらほぼ一日中あの人ゲームやってるよ。オンラインは面白いですからね。そんなにやって飽きないの。相手は人ですからね、常にアップデートされますし。なんかよくわかんないけど、
唯一言えることはあの人は全く書いてないね。大丈夫なのかな。いいですね、自由で羨ましい。私なんて一日ひっきりなしに働いて怒られて疲れ果てて、それで大した給料もらえないですから。あー、丸一日ゲームしてみたい。ちょっとそれ僕バッシングに聞こえなくもないけど。おお、やってんね。おお、斉藤、見て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 、あ、武器買ったんだ。おお、これで相当攻撃力上がるぞ。高かったでしょ。まあね。でも俺は限定配信のボスさ、今日強いじゃん。もう俺あいつには絶対負けたくねえんだ。ああ、1プレイヤーにつき挑戦権1回ってふざけてるよな。おお、それで俺たちのパーティーが俺は3回負けたから残りチャンス1回だろ。もうさ、俺なんかみんなの役に立ってねえって感じするし、みんなのためをと思ったらもう頑張って奮発して買っちゃったよ。いいね、その心意気。勝てば超レアアイテム手に入るもんな。それそれ、レアアイテムですわ。お、何飲む？あー、じゃあコーヒーでいいや。お、あぶれあぶれ。青山田さん呼ばれてますよ。私か。何でしょうか。コーヒー。あのコーヒーでしたらあちらにいる。あ、かしこまりました。見て見て見て、ほら、大成功大成功大成功ですよ。理論値じゃん。まさにもう3800万個。なんだ、あの、これゲームですか。そうだよ。はぁ、そうですか。何その微妙なリアクションは。はい、コーヒー持ってこい。はい。お前偉そうだな。いや、偉いから。俺はここの宿泊者、その上金持ち、スイート泊まってっから。ゲーム内じゃ貧乏だけどな。うるせえ。これ買ったらもうゴールドないでしょ。まあね、うん、だから必死こいて今やってんのよ。あ、お前まさかと思うが RMT とかやってねえだろうな。あ、誰がやるかあんなの。実際の金でゲーム内のゴールドやアイテム手に入れて何が楽しいんだよ。お前苦労して何十時間もプレイしてやっとの思い出手に入れるから楽しいんだろうが、価値があるんだろうが。それにお前リアルマネーってのはオンラインゲーム最大のタブーだぞ。お前バレたらアカウントが停止、二度とログインできねえんだ。俺は絶対やんねえわ。分かった分かったって、もうそんな興奮すんなって。お前がふざけたこと言うからだろ。ったく、本当にゲームに関しては真面目だよな。うせ、普段は超適当なのに。せえよ。てかお前大丈夫なの。何が何がって、脚本書いてんの。俺がインするとお前ほぼいるじゃん。1日やってんだろ。まあほんの18時間だね。きてるね。睡眠時間まで削っちゃってるじゃん。いいんだよ、ほら書くときはほらバババッと書くからさ。いい仕事だね、うん、そんなことよりドキドキすんな。んオフ会。ああ、まあな。俺オフ会初めてだから。いや俺だって初めてだよ。もうびっくりしたよ、お前が急に会おうって言い出すから。だって一緒にパーティー行くんでずっとやってんだよお前。誰よりも長い時間を共有してんだよ。会いたくなるよ。まあ分からんでもないけど。それにこのラスト1回のチャンスのボスはさ、みんなでって決めてんだ。でもお前正体明かしちゃっていいの。まあちょっと嘘ついてんのも苦しくなってきてな。ニートはねえよ。まあちょっととっさに思い浮かばなくてさ。でもお前一日中やってるから向こうも信じきってるけどさ。ああ、だからさ、みんなには今日会って本当のことを言おうと思ってんだ。よりによって授賞式の前に。ああ、俺ここに缶詰状態だしよ。それにサプライズだとしたら絶好だろう。お前が藤沢智彦って知ったらみんな驚くだろうな。それそれそれ。ニートはいきなり人気脚本家だもんな。それですよ、みんなどんなリアクションするかね。まあユータマンはさほど驚かないんじゃない。クレバーだし。まあソウルやってるからだからな。どんな強いボスと戦っても絶対に立て直すさ。いつも冷静だし、まさに頼れる俺の師匠だよ。まあでもユータマンって名前安易だよね。お前もな。逆にアサツンとかはめっちゃいいリアクションするんじゃない。いや、アサツンはいいよ。だってチャットしてても超面白いしさ。あの明るさはいいよね。一緒にやってて超楽しいし。そう、まさにアサツンは俺たちのアイドルよね。早く会いてなんだなんだなんだ。あいつたまにチャットに夢中になりすぎて戦ってない時あるから。あるあるある、それアサツンあるあるだ。それアサツンの魔法が俺たちの攻撃の要だってのに。そうそうそう、まあそういうとこが可愛いのよ。でも実際に会って可愛くない可能性あるよ。いいんだよ、可愛いかろうが可愛くなかろうが、アサツンはあの天真爛漫さがいいのよ。だから俺たちのアイドルであることには変わりはね。 あとペネロペさんも呼んだんだよな。最近知り合ったっ。そう、もうペネロペさん超うまくてめっちゃいい人。わかるんだ。いや来れなくなった。そうなの。なんか仕事だってな。土日休みじゃないんだみたいだね。まあでも知ってんのお前だけだったし逆によかったんじゃない。いやでもどうせだったら会いたかったわ。コーヒー
オーダーしておきましたので。はい、サンキュー。あの藤沢先生、ブルーというのは非常に馴染めなくてですね。あ、じゃあマウンテンだな。え、ほら、あのブルーが来てマウンテンが来るわけ。そしたらほら、青山田の中にブルーマウンテンという言葉のおかしみが入ってるというね。なんて安易な。失礼いたしました。なんかもう無茶苦茶だね、安西君。なんですか、マウンテンさん。ちょっと冗談ですよ。ねえ、あの方はゲーム仲間かね。そうでしょうね。どうやらオフ会するみたいですよ。オフ会？ええ。オフ会って何？ゲームの中で知り合った人たちと実際に会うんですよ。へえ。だったらオフじゃなくてオンじゃない？え？だって実際に会うわけでしょ。はい。生身の人間同士が会うんだったらオフじゃなくてオンじゃない？違う？でもオフ会って言うんですよ。それおかしいよ。オフじゃないよ、オンだよ。私それ絶対おかしいと思う。こいつめんどくせえな。え？あ、いえ、だからあの人たちにとってはゲームしてる時がオン状態なので、現実世界はオフになるんです。これはもう仕方ないんです。ちょっとそれって逆になっちゃってるじゃない、はあ、私なんだか先生のことが心配になってきたな。なんか言ってあげた方がいいよね。変に言わない方がいいですよ。それって精神的にデリケートなことなの？いえ、青山田さんが心配なので。え？いやー、でもやっぱりそれで勝てると思えねえわ。そうか。あー、もっと戦いを有利に運ぶ戦略がいるよ。だってもうチャンスあと1回だよ。もう負けるわけにいかないんだから、確実性が欲しいんだよ俺は。まあそうだけど。あー、どうもどうも先生。うわ、来たよ。うわ、来たよって、そりゃ来ますよ。言うたもんじゃないよ。違う違う違う、台本よこせ一点張りのアホ。アホって、それが仕事ですから。言っとくけど一ページもねえから。え、ちょっと嘘ですよね。嘘じゃねえよ、なんで俺がおめえごときに嘘つかなきゃいけねえんだ。あ、そんな。じゃあせめてせめて5ページくらい。つうかさ、どう入ればいいかが問題なんだよな。まあ出だしが一番重要ですからね。まず寝かせてみるとはどう？十分寝かせてますからね。ほら、いい加減書き出してください。で、魔法で書く能力を上げてから攻撃に転じる。まあ書く能力は上げる。だから先生、書く能力は十分ありますからね。魔法なんていりません。それで俺がボスに張り付いて行動を阻害して時間を稼ぐ。これだ。ボス？え、なんで先生がうちのボスを？僕が先生に張り付くなら分かります。あー、そうやって一緒返しを。ゲームしてる。うまくいくかな。だ、それしか勝つのがねえだろ。まあね。ちょっと先生、ゲーム。なんだうるせえな。なんだよじゃないですよ。何ゲームしてるんですか。オンラインゲームだよ。は？いや、何ゲームしてるんですかじゃなくて、何ゲームしてるんですかって言ってるんですよ。え、ダメなの？当たり前じゃないですか。こっちはね、首を長くして先生の脚本を待ってるんですよ。それなのにゲームしてるなんて。んなこと言ったってドラクエ店長面白いもん。無理だよ。いや、無理だよって何ですか。もうこんなことしてる暇があったら脚本書いてください。あのさ、邪魔だからどっか行っててくんない？え、俺今さ、すげえ強いボス倒す作戦練ってんだから見りゃ分かんだろ。もっといい加減にしてくださいよ。もういくら先生だからってね。気がすら、うわって何してんすか。よし、この作戦で行こう。あ、でもそれ寝なかったらいきなり苦しい。だからダメですって。おい末国、お前何調子に乗ってんだ。え、おめえごときがこの俺に指図できる立場かって聞いてんだ。え、黙ってろ。おいおい、さすがにそれはどうかと思うよ。え、いやだってお前書かないと、仕事だから。いいんだよ。いいんだよって、その人かわいそうだろ。いや、特に何の感情も湧いてこないよ。ちょっとお前、仕事とゲームどっちが大事なんだよ。そうですよ、ゲーム。何なんすかそのノリは。ね、もう本当こっちは困ってるんですよ。分かった分かった、書いてやるよ。5ページでいいだろ。じゃあ5ページ。できることならもうちょっと。だってお前がさっき必死に5ページ5ページって言ってたんでしょうが。その辺で手打っといた方がいいんじゃない。分かりました。はい、カタカタカタポン、オッケー。で、その5ページはいつ頃に。なあ、もう今ちゃっちゃと書いてやるよ。本当ですか。ああ、分かりました。じゃあ早速電話してきます。はい、行ってこい行ってこい。失礼いたします。はい、おっ、さっきの続きだけどさ。おいおい、執筆。なあ、もうあとあと、今は限定強ボス攻略が先、時間がねえんだよ。お前パネーな。コーヒーお待たせしました。
どうも。あの、俺、私藤沢先生の脚本大好きなんです。ドラマも全部見てます。あ、そう。はい。でもなんで俺のこと知ってんの。俺顔出ししてないんだけど。青山田さんがあそこにいる人藤沢智彦だから決してそそらないように頼むよって言ってました。あいつ本当のバカだな。あの、実は私女優やってるんです。はあ、はい。で、あの、もしよかったら今度藤沢先生の脚本の。無理だよ、無理無理、そういうの無理。俺にキャスティング権なんてないからさ。そういうのは俺よりもはるかに偉い人に言わないとダメだ。あの、はるかに偉い人というのはどういう方なんですか。コーヒーのおかわりちょうだい。あの、コーヒーのおかわりをください。かしこまりました。はい。冷たいね。あんなのめっちゃいるからさ、もういちいち相手にしてらんねえの。あちらにいらっしゃいます。今日も。バカだ、なんでなんで。ちょっと待って待って。おー、エリちゃん。斉藤さんも来てたんだ、うん、久しぶりだね。ほんとだね。去年の夏にうちで飲んだ以来。おー、もう1年経つんだ。トモ君ともそれ以来。いや、ほぼ毎日会ってるといえば会ってんだけど。え、そう、連絡は頻繁に取り合ってんだよ。てか、なんか意外。何が。斉藤さん、こういうパーティー興味あるんだ。いや、興味あるどころかめっちゃハマってるから、まあ、藤さんほどじゃないけど、もうドハマり。これやめらんないね。え、ドハマり、パーティーに。パーティーっていうか、オンライン。そう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 、こいつがさ、こういうパーティーに来たことがないっていうから、うん、俺今日招待してやったのよ。なのにこんなラフな格好してきやがって、バカ野郎。あ、脚本は順調。うん、まあね、当然でしょ。いいね。え、ちょっと何。いや、ちょっとこれ迷うな。あー、どうしようかな、これ迷う。あー、ダメだ、展開に苦しむ。あー、いいや、考えてもしょうがない。ここは一旦休憩だ。ねえ、もしかしてゲームしてるんじゃないよね。バカか、何言ってんだ。怪しい。何、なわけねえだろ。ゲームしたら即離婚だからね、分かってるよね。え、分かってるよね。分かってるよ。ならいいけど。てかさ、お前なんでここにいんの。は、受賞パーティーでしょ、来るでしょ。いや、でもさ、だって普段こういうとこ来ないじゃん。今日に限ってそんなさ。来ちゃいけないの。いや、そういうことではないけどもね。あ、ペソンジュン。お前ペソンジュン目当てだな。バレた。んーな、ミーハーな。いいじゃん、別にこんなチャンスめったにないんだから。まさか今日のスペシャルゲストがペ様なんてね。あのさ、悪いけど今日帰ってくる。あの、部屋の鍵貸して。え。鍵、荷物置いてくるから。いや、今日はさ、鍵っつってんでしょ。はい、はい、ありがとう。じゃあ斉藤さん、後ほど。はい。ペソンジュン君だ。ああ、今書いてる脚本の主役がペなんだよ。そうなんだ。エリが食いついちまったよ、あの韓流オタクがよ。てか、お前、ああ、ゲームしたら離婚ってなんだよ。だから言葉の通りだよ。はあ、なんかさ、ずっとゲームしてたらさ、あいつが急に怒り出したんだよ。それで、今度ゲームしたら離婚するからって。多分それ急じゃないな。お前がゲームに熱中しすぎて気づいてないだけで、ずっと怒ってたと思うぞ。1日18時間って言ってたもんな。寝る間も削っちゃってるもんな、まあ、風呂と飯の時間も削ってるからな。終わってんな。まあ、病気だからな。その間、エリちゃんとの会話はない。一緒にお出かけとかは。アホか、そんな時間あったら邪神集会するわ。離婚って言われて当然だ。ていうか、堂々とゲームしていいんだったら離婚してもいいとさえ思ってるね。よく言うよ。あ、ベタボレのくせに。バカ、ちげえわ。なのにゲームに引き込まれる、怖いね。ちげえから。しかし、マジでまずいな。まずいどころじゃないよ。これからユータマンとアサス組んだぞ。大好きなエリちゃんとマジでこうなるぞ。ちげえから。はいはい、なんとかやり過ごすしかねえ。マジ。ああ、コーヒーのおかわりお持ちしました。あ、どうも。あの、藤沢先生より偉い人というのはどういう方なんでしょうか。さあね、この今日の受賞パーティーに来られたりします。知らねえっす。あの、私本当に出たい。あれ、なんかおかしくねえか。 あんた一体何なんですか。本当に警察呼びますよ。呼びたいなら
呼んでもらって構わんよ。ちょっと悪い予感がするな。ちょっと見てくれ。おいマウンテン、本当に警察呼びますからね。好きにしろ。おいマウンテン、マウンテンって言ってんだろ。マウンテンって私？おめえだよ。わあ、全く自覚症状がない。その呼び方は。いいから、それよりどうしたんだよ。それがですね、あちらにいる方が何やら不穏なことを口にするんですよ。ここに盗賊がいるって、盗賊のアイルってのがいるって、おそらく窃盗団の一味なんじゃないかと。元盗賊だ。今選手をメインにやっている。元だろうが泥棒は泥棒、隠し気あるこのホテルに。バオか、お前は。窃盗団がここに仲間がいるのかって聞くのか。ユータマンですよね。うむ。うわあ、アイルか。はい。アイルって先生のこと言ったの。来てやったぜ。師匠来た。いや、会いたかったです。本当嬉しいな。こちらです。うむ。あちらの方は？俺の師匠だよ。あの方はな、俺のパーティーの中で一番偉い人なんだよ。お前何なんだ、あんなに粗相するなって言ったのに早速粗相しやがって。お前今度やったらただじゃおかねえからな。わかりました。こちらです。もう何なの、なんかおかしくない？いえ、特におかしくはないです。でも青山田さんは変に首を突っ込まない方がいいです。いや、どうも。ってことは、はい、キラーマシンです。さあどうぞ座ってください。アサツンはまだか。まだ来てないですね。もしかしてこの人がパーティーの偉い人ですか。まあそうだね、パーティーの中じゃあ一番偉いね。この人が。あ、そうだ師匠、何飲みますか。そうだな、じゃあ賢者の聖水でももらおうか。わお、そんなもん飲んだら MP が70前後回復したじゃないですか。すいません突っ込んじゃいました。すいません。あ、悪かったな。コーヒーでいいよ。はい、すぐお持ちしますね。テンション悪い、スキル使っちゃった。いや、選手がね、突っ込みて光栄でやるっちゃう。どうされました。あ、いや、にしても随分といいホテルだな。そうですか。見ろ、コーヒーが1200ゴールドもするぞ。まあ、お金は大丈夫ですから。なぜ。まあ、このホテルには縁がありまして。アイルはニートだよな。あ、ですね。親類縁者は経営でもしてるのか。まあ、そういうことではないんですけども。じゃあなんだ。まあ、それはアサツンが来たら発表します。まあいいが。それより師匠見てくださいよ、これこれこれ。奮発して買っちゃいました。ほう、これで相当攻撃力上がりますよね。だな。限定配信のボスもいけますよね。大事なのは役割分担だ。アイルの役割は敵の行動を抑えること。攻撃に重きを置けばそれだけ相手を自由にする。武器の性能だけでは強敵には勝てん。それを忘れるな。それは分かってます。だが悪くない。はい、確かに師匠の装備は結構レベル低いですもんね。装備など最低限で構わんよ。さすが。じゃあもうゴールド溜まってしょうがないでしょう。めっちゃ強い敵とも戦いに行ってますもんね。うむ。レアアイテムも相当取ってますもんね。だな。いいな、俺なんてこの武器買ったからもうゴールド全然ないっす。そんなことより、アサツは大丈夫か。え、やつのことだ。こんないいホテルと思わず迷ってるんじゃないか。ありそう。よろしくね。本当にあんの。よかった、ミコ呼んどいて。てかうまくいくのこれ。大丈夫、ミコならイメージぴったり。明るくて気さくでノリよくって、それに会うのは今日がみんな初めてだから。そんなに気にすることないと思うけどね。お願いね。まあお姉ちゃんに頼まれたらやりますけど。じゃあちょっとその辺見てきますよ。もしかして。どうも、アッサツンです。おお、アサツン。俺アイル。おお、アイル、アサツン参上だ。イエイ。アサツンはノリいいな。デヘビロ。こっちこっち。
ちょっとやりすぎ感あるような気もするけど、大まかは合ってる。どうしたの？ああ、別に。ということで、みんなのアイドルアサツンが到着しました。どうも、アサツンです。どうも、ユータマンだ。キラーマシンですね。ユータマンにキラーマシン、オッケー。さあ、座って座って。はい。いやー、しかし本当アサツンはイメージ通りだな。明るくて天真爛漫で。本当本当。じゃあ俺はイメージと違ったか。いや、あ、そういうことではないですけど。態度はでかいが体小さいとか思ったんじゃないか。つぼしか。コーヒーをお待たせしました。うむ。心を込めてお入れしました。そうか。あの、私三宅優って言います。女優やってます。そう。サンフランシスコ出身の21歳で。あ、いいからいいから、君の自己紹介とか誰も求めてないから。でも、あさつん何飲むの？あさつん、何飲み物？じゃあ、あさつんはエルフの飲み薬でいいんじゃないか。うわ、そんなもん飲んだら MP が全回復しちゃうじゃないですか。すいません、2回目いっちゃいます。あの、カメモカください。はい。滑った？あ、いや。何？エルフの飲み薬っていうのは MP 全回復するの。私は魔法使いだから必須アイテムで、今みんなは冗談を言ったの。ああ、そういうことか。うん、オッケー、オッケー。私魔法使いだからエルフの飲み薬嬉しいな。 MP 全回復、魔法バンバンいっちゃうよ。リアクション遅っだな。そういうちょっと天然なところがアタツンの魅力だったりするからね。まあね。ということで改めて全員が揃いました。イエーイ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 。いやー、でもこうやってみんなで集まると嬉しいね。不思議な感じだよね。ゲームの中でしか会ってなかったのに会えて嬉しいっす。いいね。本当アサツンはまんまだね。わってことはやはり俺は態度はでかい。いやいや、そんなこと思ってないですって。言っておくが、キラーマシンも。なんすか、なんすか。キラーマシンってそれモンスターの名前だろ。なんでお前そんな名前つけたんだ。いや、ノリだよ、なんか強そうな名前って。名前変えろよ。お前みたいなやつのために名前変更サービスが始まってんだ。いやだよ、この名前でもう何万時間もやってきたんだ。もう愛着湧いちゃってんだよ。じゃあキラーマシンな。キラーマシン。何？その人たちアイドルオタクじゃないから、そういうの興味ないから。え、でもオタクでしょ。ひとくくりにしないで。ゲームにしか興味ない人たちだから。わかった。今のなしで。え、なしって何？意外と難しいな。え、何？ああ、ね、あ、そういえばね、聞いて聞いて。ここのホテルに藤沢智彦来るみたいだよ。藤沢智彦。そうそう、聞いたことあるな。ほら、恋するフォーチュンテラーズアカデミーとか書いてる、映画だと立夏の大冒険とか書いてる人。ああ、なんかの受賞パーティーみたいだよ。それなんですが、実はですね、これはつかんな。え、めっちゃつまらん、しかもセリフが寒い。特に女性のセリフが超寒い。え、何あれ、キモいよね。ああ、なんていうのかな、あんなこと言わねえよって感じ。あ、男子からしたらそうでもないのかもしれないけど、女子からしたら鳥肌立つわ。男から見ても寒いわ。そして内容がひどい、おざなり。企画勝ちしてるだけだろ。そうそう、あとキャスティングじゃないだな。おい、これどうすんだよ。どうするったってお前。キラーマシンどう思う？え、いや、俺いいと思うけど。あれが、うん、え、あれのどこがいいの？え、何がいいの？え、全然わかんない。ねえねえ、あれの何がいいの？それは面白くない。全然面白くないよ。え、アイルどう思う？え、俺超つまんねえな。何が面白いかわかんねえよ全然。だよねー。キラーマシンおかしいよ。こいつセンス寒いからね。さすがキラーマシン、人間の心は持ち合わせていないらしい。何これ。どんなやつか
一度見てみたいもんだな。後で覗いてみようよ。だな。おい、ミスター、言うなら今だ、言え。言えるわけねえだろ、プレイで差し支えるわ。俺だけ被害被ってんだろ、今ならまだ傷浅い、言え。斉藤、今の俺はニートのアイルだ、それ以外の何者でもねえ。こいつ。先生、うちのボスには伝えたんで、とにかく教授に。なんです、お前はどうしてこう間が悪いんだよ。えいいからあっち行ってろ。いやだって5ページもらわないと。分かった、5ページ書くから、行け行け。分かりました。なんなの、あの人。ここのホテルの人。先生とか言ってなかったか。それはこれから私の話すことに嘘偽りはありませんという誓いですよ。その先生、いちいち喋る前に先生するの、あいつ。格式あるホテルですから。何それ、超ウケる。そんなことより、はい、アサスン来たんだ、なんか発表あるんだろう。ああ、え、なになに。いや、それがですね、実はですね、こないだチャットで話したペネロペさんって覚えてますか。ああ、ほらペネロペさん、俺がノラでパーティー行くんだやつ。ノラ何それ。だから俺がノラでパーティー行くんでさ。ファイルがノラって何それ。え、ノラアイルってこと。え、なんかそれ超ウケる。ノラ猫ならぬノラアイルって。かわいい、ノラアイル、かわいい。え、ノラアイル、え、かわいい。ちょっとごめんごめん。ノラっていうのは知らない人とパーティーを組むことを言うので、アイルはこの前ペネロペさんって人とゲームの中で仲良くなったんだって。そうなんだ。オッケー、任せて。知らない人とパーティーを組むノラね。で、ペネロペさんと仲良くなったっていうあの話ね。ああ、そうだけど、今の何。別に。いや、でもさっきからなんかずっとかけてるから、ね、あ、もしかして彼氏。違うよ。本当。本当、本当。怪しいな。いるわけないだろ。彼氏彼女なんかいたら思い切り集中できん。オンラインゲームをする時点でそういうものは排除せねばならん。でなきゃ思い切りプレイできん。仕事以外の時間は全てゲームに注いでもらわんとな。彼女どころかお前奥さんいるけどな。で、そのペネロペさんが。そのペネロペさんが実はですね、このオフ会に誘ったんですけども、仕事で来れなくなったんですよ。ん、それが発表。はい。別にどうでもいいな。俺はそいつのこと全く知らないわけだし。ですね。というか、このホテルに関係あることだったんじゃないのか。いや、違いますよ。いや、会いたかったな、ペネロペさん。本当残念だ。なんとかしてくれ。あれじゃない、ペネロペって名前がきつかったんじゃない。え、いや、だからほら、ペネロペクルスを想像しちゃうじゃん。え、トム・クルーズの元奥さん。お前何言ってんの。あれ、ペネロペクルスとトム・クルーズって直前で別れたんじゃなかったっけ。え、いや、結婚してから別れたんじゃなかったか。結婚する前だよ。いや、結婚してたと思う。してないよ、してないよ。だからビッグフェダーで調べました。いや、だからもうそれはどっちでもいいんだよ。だからもう結婚してようが姉妹がペネロペクルスいいんだよ。俺が言いたいのは、あのペネロペって名前ってこうハードルが上がっちゃって来づらくなったんじゃないかってこと。名前負けしたんだよ。そういう流れのあれだよ、我々。じゃあお前が言うか、キラーマシンか。お前も十分名前負けしてるわ。すいません。ということで、ちょっとやるか。え、今ですか。限定配信ボス攻略の作戦立てるんだろ。はい。おい、それまずいだろ、レイちゃん。いや、そうだ。とりあえずアイルの買った武器の強さを見せてもらおうか。はい。おい、いや、だってやらないわけにいかないだろ。それが今日のオフ会のメインなんだから。どうなっても知らんぞ。ダークキングでも行くか。あ、じゃあ練習がてらで。あ、見てください、ほらペネロペさんからほらお手紙が来てますよ。ねえ、安西くん、安西くん。はい。あれってみんなでゲームしてるの。そうですね。なんかすごい光景だね。日本の未来はどうなっちゃうんだろうね。さあ、私なんだか心配だな。私は青山田さんが心配ですけど。え、いえ、やっぱり僕のこと取った。思ってません。あ、すいません。飯買ってくんの忘れました。あ、いいよ。サブキャラから送るから俺が。ああ、ありがとう。師匠、何かいりますか。癒しのスープをもらおうか。いや、それ回復魔力5しか上がらないじゃないですか。おー、やってますね。
てか、みんなでパソコンを開いて、もしかしてこの人たちお弟子さん。バカかおめえはよ。なんでここにいんだよ。いやだって5ページもらわないと。バカとか黙ってどっか行ってろお前は。じゃあダメだ、ダメだ、遠くから見守ってます。ダメだっつ、邪魔なんだ。もしかして先生ゲームする気でしょ。ちげえよ。だったらいいじゃないですか。あのな、どうした、なんかトラブリング。いや、あ、書きます、書きます。はい、あのサインはフロントで書きましょうか。あ、はい、一旦行きましょうフロントに。はい先生。なんだ。多分ここの仕様についての何かじゃないですかね。お待たせしました、トモです。どうぞ。ん、頼んでないが。三宅優からの差し入れです。食べてください。え、なんで師匠だけ。三宅優です。どんな役でも精一杯やります。よろしくお願いします。あれ、これってもしかして。どうしました。モテ期だ。え、我が人生初のモテ期が来ている。あー、それ違いますね。誤解が発症してますよ。いや違う違う、違いますから師匠。ちょっと聞いてくださいって。ちょ師匠、あれトモくんは。あ、なんでこんなに。まずい、まずいよこれ。ねえねえ、この人たちは。あのパーティーの、パーティーの人たちね、パーティーのね。うむ、そうだよ。そうなんですか。そうそう、そうなの。あなたは。妻です。ん、妻。あ、はい。ん、誰誰って。あー、もう無理。なるほど、ペネロペクルスか。あ、妻ってのはトム・クルーズのってことだろう。え、だから結婚してないじゃん。そうだろ、ペネロペクルス。私のこと言ってます。は、あー、そっかそっか。え、エリちゃん、ペネロペクルスにそっくりだから。私そんな似てる。うん、来ないって聞いてたけど来たんだ。あ、普段あんまりこういうのは顔出さないんで。まあ、俺たちも初めてだが。全然名前負けしてないじゃん。ルー、うん、ペネロペさんも座んなよ。いやいや、ペネロペって呼ばれても私だから。もうあだ名になっちゃった。しょうがないよね、エリちゃんペネロペにクリソツだから。まあ、悪い気はしないけどね。あ、どうぞどうぞ。じゃあ、すいません、お題いいですか。三宅優です、よろしくお願いします。やばい、ここもやばい。しかし今の俺にはなすすべがない。何飲みますか。あ、じゃあ紅茶を。かしこまりました、三宅優がお持ちします。なんであんな自分を押すのさあ。お名前をお伺いしてもよろしいですか。ゆうたまんだ。あっさつんだよ。フランク。ね、本名を聞かせていただいてもよろしいですか。おいおい、いきなり切り込むね。ちょっと急すぎない。え、なんで。むしろ向こうの方が急だよね。まあ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 、それはおいおいでいいだろう。え、なんで。で、彼がキラーマシン。え、どうも、キラーマシンです。そうなんだ。あ、で、皆さん何されてる方なんですか。僧侶。え、僧侶だ。はあ、そうなんですか。全然見えない。だね、どこで知り合ったんだろうね。さあ、私は魔法使いです。ごめんなさい、なんて。だから魔法使いです。何か。魔法使いさん。はい。ちょっとこの人頭おかしい人なの。あの、アイドルなんです。彼女アイドル。アイドルね、アサツンはみんなのアイドルなんだよね。まあね。コリン星から来た的なこと。そうそう、超天然気アイドル。それでさっきからおかしいことばっか言ってんの。ペネさん何やってんの。あ、主婦です。いや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 、リアルじゃなくて職業。だから主婦ですけど。天然子。あなたに言われたくない。で、何なんだ。職業。あ、家事手伝い。家事は職人だろう。滑りまくってるぞ。答えがわからない。ママもいいじゃんね。なるほど。だからさ、今はお前はここの従業員ってことでうまいことやってくれ。そりゃもちろん。ああ、なんか悪いな今までな、ちょっと辛く当たっちゃって。おいやいやいや、台本20ページのためですから。あ、そうかそうか。
え？いやいや、台本20ページ、今日中にお願いしますよ。なんで15ページも増えてんだ。いや、ダメなんですか。ダメに決まってんだろ、お前が15ページ。ないですよ、藤沢先生。ダメ。台本をもらうためには手段は選びません。アイル、ペネロペ来たぞ。お前何してんの。何って挨拶してたんだけど。え、この人たち、パーティーの人たちって言うから。ああ、そうかそうか。どうなってんだよ。それがあれ悪いこと言わねえ。しかもなんでエリがペネロペさんになってんだよ。意味わかんねえよ。激怒の5分間だったんだよ。まあ、どうすんだ。知らねえよ。てか、まずいな、ここだけじゃない。三宅優です。紅茶お持ちしました。あ、どうも。三宅優からのささやかな贈り物です。え、ありがとう。いや、そんな。君の気持ちは十分伝わったよ。本当ですか。嬉しいです。なんだあれ。どうやら彼女はゆうたまを業界の偉い人か何かと勘違いしてるみたいだ。はあ、なんでそんなになってんだよ。お前が悪いんだよ。いや、全部本当のこと言え。バカ、言えるわけねえだろ。椅子足りなくなっちゃったね。君、椅子。おい、君。え、僕？他にいないだろ。何です？椅子を持ってきて。いや、なんで僕が。あいつ何なんだ。お前はここの従業員だろ。ああ、そうでした。椅子、椅子ですね。はい。ちょっと待って、なんで末くんに座ってるの。見ろ、あそこで横切ってったのはペソンジュンだ。え、あ、今ちょっと見えなくなったけど、あれはペソンジュンだわ。おい、よかったらサインもらってこいよ。行ってくるね。ああ、ペソンジュン。私も。あ、アサツンも。大ファン。え、だって韓流好きじゃないって言ってなかったっけ。え、そうそう、興味あるのは基本的に二次元だけだって。行ってくる。ちょっといないかな。え、いや、だって、あれ韓流好きってことだな。ま、いいじゃないか。やっぱり気になる。え、あの人。あ、はい、私も気になってたの。青山田さんも。なんか意外。何言ってんの、私そういうの敏感なんだから。は、私が思うにあの人ですね、窃盗団の一味なんじゃないかと思うの。え、だっておかしいでしょ、さっき盗賊がどうのこうのってあの人のことを言ってるんじゃないかと思うのよ。安西君、目を離さない。安西君。あの、よかったら場所変えません。なぜ。いや、なんかここ落ち着かなくないですか。いや、むしろ落ち着きすぎるぐらいだが。いや、そうなんですけども、もっといい場所知ってんですよ。だったらなぜ最初からそこにしなかった。ああ、このホテルとの何らかのしがらみでか。はい。何があるんだ。それが。まあいい、人にはそれぞれ言いたくないことはある。それが人間だ。無理に言う必要はない。おお、師匠。さすが僧侶。じゃ、場所動かしましょう。それはできん。なんでですか。ここには我が姫がおられる。違う、いや、誤解ですから。それは勘違いですよ師匠。これを見ろ。なんですか。自分のことをこと細かく書いてある。いや、そうですけど、これだけでは。身長から体重、さらには3サイズまで書いてある。こんなプライベートなことまで書くか。普通。そう、普通ならそんなこと書かないんです。そこがポイントなんです。師匠、あなたは判断力に優れた僕らのリーダーです。冷静になって考えれば分かることなんです。無理だ、魅了された。え、こんなことなら魅了ガードの装備をつけてくるんだったな。なら特技ツッコミ。しかしユータマンの魅了は解けなかった。特技エンドオブシーン。しかしユータマンの魅了は解けなかった。そうだ、特技プラズマリムーバー。しかしユータマンの魅了は解けなかった。嘘だろ、3ターン以上使ってるぞ。てか、彼女とか彼氏とかいるやつはダメだって師匠が言ったんじゃないですか。言ってました、そう言ってましたよ。言ってないよ。いや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 、言いましたから。はい、この耳で聞きました。そんなこと言った。言いましたよ。じゃあ撤回。あっさり。ちょ、師匠何やってるんですか。やめてください。そのパソコンのスクリーンセーバーを鏡代わりにしないでください。ちょっと
やばっと、ゲームやりましょう。おい、それはそれでまずいだろ。あ、そう。ちょっと、トイレ行ってくる。いや、師匠、ちょっ、ああ、もう無理だって。な、諦めろ、全部本当のこと話そう。そういうわけにはいかん。なんでそんなに気にするんだよ。確かにちょっと気まずいかもしれないけど、そのちょっとが嫌なんだよ。俺にとってこの関係は特別なもんなんだ。俺の人生においてかけがえのないものなんだよ。だから少しだろうが崩したくねえんだ。そこまで。ああ、それにインターネットの中の出会いだぞ。普段何考えてるかなんて分かりづらいんだ。気まずいまま別れたくねえんだ。そうだけど。だから何が何でもごまかしきる。でも現実問題としてこれ以上は難しいと思うよ。いや、手はある。え、三宅さん、三宅優さん。はーい、三宅優です。何でしょうか。あのね、師匠が君の演技力を見たいって。本当ですか。ありがとうございます。だから師匠が帰ってきたらすっごい悪そうにコーヒー持ってきて。悪そうに。そう、悪女の役があるんだよ。わかりました。はい、頑張ります。頑張って。お前もうめちゃくちゃだな。もうやるしかねえ。さ、先生書いてくださいよ。先生黙ってろ。あれれ、そんな態度取っちゃっていいんですか。それなら僕にも考えがありますよ。おい、後でどうなるか分かってんだろうな。知りませんね。僕には今しかありませんから。脚本持って帰らないと首もありえるんで。てめえ。どこ行ったんだろう。あ、ねえ、はい、ペ様来た。ペ様。そう、来たの。ペ様、ペ様、はい、来たのかって聞いてんの。ペ、林屋。ちげえよ、なんで林屋なんだよ。ペじゃなくてペだよ。本日の受賞式にご出席なさるペ村長様ですね。そう。まだお見えになられていないようです。本当？はい、ありがとう。ペ様って言ったらペ村長しかいないでしょ。ったくもう。ペ様って言われてもね。普通はわかりますけどね。もうまだペ村長来てないみたいだよ。本当、見間違いだわ。勘弁してよね。ごめんごめん。で、あの人たち何なの。わけわかんないんだけど。私が主婦だって言ってるのに全然認めないの。ねえ、ねえ、エリさん。ああ、セクニさん。ああ、ご無沙汰してます。今日は授賞式に。おいやいやいや、台本をもらいに。そうですか、ご苦労様です。いやいや、先生、脚本はどんな感じですか。大丈夫です、ちゃんと書いてあるみたいなんで。おお、そうですか。ね、そうだよね。そうだよ。そうですか、それはそれは。で、今どのくらい進んでます。今何ページあります。何ページです。20ページ。あ、そうですか、それはそれは。ずいぶん遅れてますね。あ、なんか遅れるのには理由があったりするんですか。20ページを今書いたから、今日は全部で30ページだね。もうちょっと欲しいところですね。ちょっと、しっかりしないと。もうちょっと頑張るよ。じゃあ、50ページくらいもらえちゃったりするんですかね。お前、いい加減にしろ。あ、邪悪なる意志め、打ち滅ぼしてやる。なんか今日のトモくんおかしくない。いや、別に普通だよ、至って普通。なんか隠してない。いや、そんなことない、全然な。なんかおかしいんだよな。おい、トイレの洗面台に水が飛び散ってたぞ。え、拭いておけ。僕？当たり前だ、他に誰がいるんだ。だからお前はよ、この台本と引き換えでやってんだろ。じゃあ、はい、忘れんだ。はい、ただいま拭いてまいります。いやいや、聖国さんやることないでしょ。ホテルの人にやらせてよ。何やってるんだ、とっとと行け。ちょっと、なんでこの人にやらせるわけ。あなたの部下なの。いや。だったら変なことさせないで。変？なんでだ。あんた僧侶やってるくせに全然常識ないね。至極真っ当なことを言ってると思うが。どこが。ああ、
ペソンジュンがいた、また、入れ違いになったんだ、あの式場に入ってたのがペソンジュンだ、サインもらってこい。あの、一緒に写真も撮りたいんだけど、トモ君の妻って言えばいけるかな。あ、全然大丈夫でしょ。じゃあ行ってくるね。強引すぎだろ。もう止まんねっす。何なんだ、ペネロペってのはお前が思ってるのとは随分違うんじゃないか。そうかもしれません。さ、先生、まずは5ページね。分かったよ、お前変なことすんだから。おい、トイレ。本当ですか。書くから、トイレって。黙っててよ、今さ、大事な話してんだよね。送ったから。え、本当すか。送って、俺だって遊んでるばっかりじゃねえんだ、ちゃんと書いてたろ。いけいけいけ。はい、ただいま確認してまいります。あいつマジ何なんだ。本当、なってないですね。あいつは多分研修中ですよ。ナエル。はい。俺がもしゲームやめるって言ったらどうする。あ、ちょっと急に何言い出すんですか。なかなか仕事が忙しくなってきてな。いや別に忙しくたってやめることはないでしょ。1日30分だっていいんだから。あ、ちょ、本気で言ってるんですか。じゃあ俺もやめます。なぜ。そりゃそうでしょ、師匠とやってるから楽しいんですよ。師匠がいなかったらやる意味ないです。困ったな。困ることないでしょ。近々彼女もできるわけだしな。え、その彼女もゲーム好きだったらいいんだが。はあ、はあ、そういうことか。ま、その彼女いつまで好きでいられますかね。コーヒーのおかわりをお持ちしました。ありがとう。心を込めてお入れしましたので、ごゆっくりしてってくださいね。うむ。おや、それでは失礼します。うん。ちょどうでした。どうでしたじゃないよ、なんだよ。あれ、悪い女でって言ったでしょ。はい。どこが悪いの。実はあのコーヒーエスプレッソなのにちょっと薄めちゃったんです。それ悪いこと。それ程よいアメリカンコーヒーって話だよ。それは見てよ、すっごい喜んでんじゃん。ダメですか。全然ダメだよ、もう態度で悪くやって、態度で。あ、なんか、リアルに考えると、リアルに態度に出しちゃうより裏腹っていうか、笑顔でそういうことする方がすごく陰険で悪いなって思うんです。それに設定としては小さい時から虐待みたいな。いらねえ、いらねえっす、そういうの。本当に俺の客、こっち見て、一回見て、いらないから。ああ、いらねえから、本当に。俺の脚本は分かりやすいのがいいのよ、ね。だから虐待とかやめて、怖いから。もう一回、はい、もう一回やってよ。はい、虐待なしで。もう見なくていい。ああ、言って。ああ、分かりやすく。大丈夫かよ、あれ。もう一番厄介なタイプの役者だ。んー、どこ行っちゃったんだろう。ちょっと、ピーコー。あ、ごめん。もう、バレたらどうすんの。だって大ファンなんだもん、ペソンジュは無理。無理って、あのね。お姉ちゃん、みんなの輪の中入りたいんでしょ。いや、別に。別にじゃないでしょ、入りたくてしょうがないって顔に書いてあんじゃん。でも入ればいいじゃん。ほら、本当のことよ、大丈夫、私ついてるから。そんな、大丈夫、私そういうの得意だから。あ、どうしたの。あ、ねえ、この人ね、あの私のね。ちょっと、あ、ペソンジュいなかったんだけど。あ、ごめん、見間違いだった。え、今の誰だ。え、誰なんだ。いや、別に。別にってのはどういうことだ、なぜ言えない。何、どうしたんですか、師匠。あ、いや、すまん、何でもない。お客様、何かお困りのことでも。あ、いや、その、もしかしてオンラインゲームのオフ会にいらしたのでは。いや、違います。そうですか。はい、それは失礼をいたしました。
いえ、もしそうだとしたらそんな気にすることないのにと思ったもので。え？いえ、お互い強い絆でつながれたパーティーの仲間じゃないですか。イメージと違ったからといって嫌いになったりはしないですよって思ったもので。本当すみません、見当違いでしたね。失礼いたしました。あの、あ、はい、オンラインゲームやられてるんですか？はい、恥ずかしながら一応。そうなんですか。でも忙しくてなかなかインできなくて。はあ、そういえばこの前私の知り合った人、イメージと全然違ってたな。ゲーム内ではめっちゃ低姿勢で生真面目な感じだったんですけど、実際はわがままで横暴ではちゃめちゃな人でした。実際あったんですか？あったというか、まあはい、オフ会か何か。そういうんじゃないんですけど。その人のことどう思いました？あ、いや、イメージと違ったら やっぱ冷めますよね。全然そんなことはありませんでしたよ。本当にめちゃめちゃ可愛い女性キャラが男の人だったり、しっかり者のパーティーのリーダーが小学生だったり、そういうのがオンラインゲームの醍醐味だと思うんです。むしろその人のこと面白い人だなって逆に愛着湧いちゃいました。そうなんだ。なんかすみません、自分のことペラペラと。あ、いや、全然。もしお困りのことなどございましたら何でもおっしゃってくださいね。はい、ありがとうございます。どうしました？あなたもしかして。やっぱり場所変えません？一生に一度のお願いですから。無理だ。なんでですか？師匠はゲームと彼女どっち取るんですか？彼女。え、嘘でしょ。そんなのありえんでしょ。そうそう、そしたら全て失いますよ。なんでだ？彼女とはうまくいかないんですって。役な、嫌いマシン。おきた、今度こそ頼むぞ。おう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 、ケーキ持ってきてやったぜ。ほら、泣いてねえでも。とっととパー、とっとととっとと食い上がれ。はい、止めます。うはっ、はい、どうした？態度で分かりやすくと言われたので、もう芝居を壊すくらいやった方がいいのかなと思って。壊れすぎだよ。まあ、もうサービスの域に達してるよ、それはもう。見ろ、めちゃめちゃ受けてんじゃん。よかったな、受けて。うん、ダメですか？ダメだよ、ダメに決まってんだろうが。もう一回、あの、プーってなんだ今。ちょっと時間もらってもいいですか？え、なんだよ、すぐできるでしょ。ちょっと集中力高めたいんで。いや、嘘だろ。すいません。え、待って、これ超めんどくせえよ、これ。もう絶対使わねえわ。なんか面白いカフェだね。はあ、最高だ。全部裏目。いや、あと2は場所を移動してもいいんじゃない？何、嫌なの？うん、なんで？だって藤沢智彦見たいじゃんね。それはあるな。